皆さんこんにちは、トローストのりこです。今日もこの動画をご覧いただきありがとうございます。今回は落ち着かない時にいつでも使える胸のタッピングを練習していきたいと思います。この胸のタッピングは私がいつもお見せしている EFT のタッピングとは違うんですけれど、私自身も自然にトントンしている場所で緊張している時や気持ちが高まっている時や、あと疲れている時もお使いいただけるかと思います。ツイッターでも辻仁成さんが胸のトントンは推奨されているんですけれど、私の師匠であるタニア・プリンスさんは EFT だけじゃなくてこの胸のトントンだけでセッションを行うこともあります。なぜこの胸のタッピングをするといいかと言いますと、この胸の中心には胸腺と呼ばれる免疫に関わる器官があって、自然療法ではここをタッピングすることで免疫力を上げてリラックス効果があってエネルギーを補充できて、あとはいらない感情を解放することができると言われています。またこの部分には玉堂というツボがあって、狭心症などの心疾患やヒステリーや神経衰弱にも効果があると言われています。なのでこの部分をタッピングすることで胸腺に働きかけることもできますし、ツボを刺激することもできるので両方の効果が望めると考えられます。叩き方はこの胸の中心、ハートチャクラのある位置をもう本当に自分の好きなように、例えばグーで叩く方もいらっしゃるし、私の先生はこう 指先でトントントンと叩くので私もこのように叩いています。そして優しくタッピングしながら柔らかい呼吸をしていきます。そして30秒ぐらいこうしているとだんだん呼吸が深くなってあくびが出ることもあります。あともう一つ私が気に入っているのは、ここをトントンしながら低くハミングすることです。こうやってハミングすると落ち着いてくるのを感じます。夜寝る前にお風呂の中や布団の中でやっても効果があると思いますので、ぜひ皆さんもお試しください。